おはようございます。夫の家庭を壊すまで最終回見たので感想考察レビューします。まあ、いい終わり方だったのかなと思いました。はい。みのりはですね、まあ渡ると結婚しますよね。ただですね、すぐに結婚するのではなく、渡るはね、みのりを守るために自分が強くならなければ、成長しなければいけないということで、一旦みのりと離れると。で、フリースクールをね、渡るやるということでね。フリースクールってありますよね。例えば、不登校とかね、してる子供たちのためにとかね。まあ、そういうようなフリースクールとか。はい。で、まあ、何年後か正確に、まあ、描いてないけれども、まあ、渡るはフリースクールとかやって、みのりと離れましたね。渡るは、まあ、教師だったんだけどね。フリースクールやって、そして、まあ、みのりのところに戻ってきましたね。そして、最終回終了という流れでしたね。で、みのりの息子なんですけど、息子の翼は田口の娘と、まあ、仲が良くて、一緒にどっか出かけたりとかね。まあ、これは、どうでしょうね。翼は田口の娘と結婚するんでしょうかっていうのはわからないですけどね。で、田口なんですけど、まあ、いい人。田口役のおしらりって俳優は、あの人さ、なんかこう、チンピラ役とかさ、悪い役とか、暴力振るう役とか、そういう役のイメージも結構あるかもしれないけど、今回は全くそういうことはなくて、いい人の役でしたよね。おしなり集合って人はね、出るだけでなんか、こう、なんか裏があるんじゃないかみたいに思ってしまったり、犯人なんじゃないかみたいなね、そういう俳優のイメージあるかもしれないけど、今回はいい人役でしたね。で、結局ですね、雄大はですね、反省したんですね。反省しましたと。で、ほら、前回の終わりで、ヒロミが包丁でみのり刺そうとしたでしょ。で、渡るがかばったでしょ。で、渡るがてっきり背中とかなんか刺されたのかなと思ったら違いましたね。ヒロミがみのりを刺そうとしたのをね、雄大が止めたんですよ。雄大が包丁を手で掴んで、止めたと。そういう展開にしてくるかと。これはね、読めなかったでしょ。ね、なるほどと。ということで、渡るは怪我全くしなかったということでね、そういう展開でしたね。で、まあ、ヒロミがね、まあ、捕まると。で、雄大も自首するということで、雄大とヒロミは、まあ、とりあえず警察にね、行って、まあ、事情聴取みたいな流れになったんですけど、結局でも、みのりは被害届出さなかったということですね。はい。で、みのりはですね、雄大親子のには金銭的援助はしてないみたいですね。雄大もね、自分で働くということで。で、買われるよ、お母さんもって、みのりは、ヒロミのことをね。月城グループね。ヒロミはですね、みのりのお父さんのね、月城のオフィスですかね。月城の所有の、まあ、ビルなんだか、会社なんだかで、まあ、掃除婦というか、清掃の仕事をしてる。清掃の仕事を与えられたみたいですね。月城が、まあ、雇ってあげたってことでしょ。要するに月城は、ヒロミのことを見守ると言ってたので、まあ、ヒロミね、まあ、こう、ひどいことばっかしてきたけども、仕事を与えなきゃっていうことで、まあ、掃除の仕事ということですよね。で、ヒロミがこう、掃除してるところを、まあ、月城のオフィスの、まあ、社員の女性ですかね、2人がね、通りがかって、ね、あの人、社長の娘さんのこと脅迫したんでしょう、怖いみたいな会話をするわけですよ、ひそひそと。そしたら、それヒロミに聞こえてきてさ、陰口が聞こえてきて、で、その女性の2人がエレベーターに乗ったら、そこにね、ヒロミがね、うるさいブスどもって言って、そんでなんか取り押さえられてましたね、月城グループの 社員の人ですかね。だからまだ、その、ね、お母さんも変われるってみのりは信じてるけど、なかなかそれも難しいんじゃないのかとは思いますよね。で、リコなんですけど、どうなったかというと、リコはですね、雇われ美容師になってましたね。リコって自分の店持ってて経営者だったんだけど、リコの美容院はまあ倒産したんですかね。なんかお客さん来なくなっちゃったみたいですもんね。なんかこう、ネットでね、中傷されたりとかもしてたでしょ。だから、美容師として、まあ、社員として、まあ、どっかの美容室に
まあ、勤めたってことじゃないでしょうかね、あの様子だとね。うん、はい。で、雄大は肉体労働の仕事をしてましたね。だから勤めてる会社はや、まあ、辞めたということですかね。で、雄大ね、職場の人がなんかあのこうお弁当食べてるシーンで、職場の人がなんかインゲンが食べたくないみたいで、なんかそれをね残そうとしたらね、それ食べてもらいいですか、もらっていいですかっつってね、職場の人が残したインゲンをね食べて、美味しいって食べてましたね。まあ雄大はね本当に反省してて、実りのことを思い出してインゲンを食べていたんですかね。うん。で、結局渡るはですね、雄大とリコの息子だったんですよね。うん。で、新しく生まれてきた娘もですね、結局雄大のね、娘でってことですよね。うん。結局そうですよね。結局リコは雄大の子供しか産んでないってことですね。だから渡ると妹の、名前は何ていうのか、妹も結局本当の、まあ、血のつながった、まあ、兄と妹っていうことですよね。うん、レイカ、そうですよね。だから父がね違うと、リコと別の男性との間に渡るが生まれたのかと視聴者は思っていたんだけど、実はそうじゃなかったってことですよね。うん、そういうことですよね。結局レイカですね、渡るとレイカ、リコのね息子と娘、この二人は雄大の実の子供ということでいいんですよね。うん、そういうことですよね。はい。ね、で原作の方、私全く読んでないですけど、原作の内容を知ってる方がいればね、ドラマと原作の違いとか知ってたら、まあコメント欄で教えてくださればとか、うん、思います。まあ原作ってのがもう完結してるのかもうちょっとわからないし、うん、原作とここが違うよとかさ、ほとんど原作と同じだったよとかさ、そういうの知ってる方がいればね。うん、でドラマのまとめ方としては良かったと思うんですよ。全員がなんか反省していい人になったっていうのも極端すぎんでしょ。よくあるんですよ、最終回になって急にさ悪いやつがいい人になって終わったって、なんかそれって好きじゃないから、ヒロミが性格悪いまま終わったのはこれは良かったと思う。リアルでヒロミがさ掃除の仕事をしててさ、ねひそひそね、あの人犯罪者なのよとか言われて、うるさいブスとか、なんかリアルだった、良かったと思いますね。でみのりはですね、結局飲食店やってるあの土地でまあ生活を続けるということで、ネットでまあ誹謗中傷されたけど、それが嘘だってことがね、まあ分かって、常連客の主婦の人もね、ごめんねって戻ってきたしね、うん、うまくいくということでね、うん、まあ雄大とヒロミはね、まあ、ひどいことしたんで、まあ雄大がどんなに反省してても、みのりと結婚生活やり直すことはこれはできないし、もうみのりもね渡るのことが好きになったし、うん、ね、渡るもね、みのりが好きで、まあ、結婚したんでしょうねっていう、うん、ところで、まあ、結局、だからその人間関係で言うと、雄大とリコの息子とみのりが結婚することになるわけですよ。うん。ね、だから、雄大はお母さんと、まあ、ね、どういう関係を今後築いていくのか、わだかまりが解ける日も、まあ、来るでしょうね。うん。まあ、リコがね、みのりのこと怒ってましたけど、あ、で、リコはね、屋上でなんかこう、まあ、自殺、本当にする気か、あったかどうかわかんないけど、ほら、まあ、息子をね、こういうふうにやれば、渡るが来ると思って、つってさ、うん、息子を呼び出してさ、ね、そういうシーンもありましたけどね、うん。だから、まあ、ドラマとしては非常に面白い、いい作りのドラマだったと思いますね。こういう復讐ドラマってたくさんあるけど、うん、どうか私より不幸でいてくださいってドラマも、あれはちょっとこう良くなかったかなって思うんですよ。良くない面が多かったですね。なんか、うん、こう出来としてはね。でもこの夫の家庭を壊すまでは出来がいいと思う。あともう一つ深夜ドラマで、今はもうまだ最終回迎えてないんだけど、完璧ワイフによる完璧な復讐計画ってドラマ
あるんだけど、これもなかなか出来がいいドラマで、私ね、これおすすめしますね。うん。完璧ワイフによる完璧な復讐計画。主演は中村ゆりかなんですけど、これね、これおすすめできますね。うん。あとね、愛人転生。タレ妻は死んだ後に復讐する。これもなかなか面白いですよ。うん。大体深夜ドラマなんですけどね、復讐ドラマってね。うん。これもね、なかなか面白い。これはカノン主役ですね。カノン、ね、これカノンってのはね、野々村誠と坂上俊恵夫婦、芸能人夫婦の娘ですね。はい、娘で。まあ、シスターってドラマにも出てたでしょ。シスターって復讐ドラマにも。その時は脇役だけど、今回は主役で出てると。小島藤子が、女優の小島藤子がですね、夫から浮気されてて、で、事故に遭って、で、カノンの方の体に、こう、乗り移っちゃうんですよ。で、自分が死んだことになっちゃうと。で、復讐するみたいな、ちょっと、伝わったかわかんないけどね。うん。まあ、そういう復讐ドラマ好きな人はね、結構ね、面白い、ドラマが今放送中だと思いますね。はい。ということで、うまくね、まとめたと思いますね。原作と、まあ、同じなのか違うなのか違うかわかんないけど、ドラマ版は非常にね、いい作品だったと思いますね。この、落としどころっていうのが良かったね。うん。ヒロミが反省してないってところもリアルだったしね。ただ、雄大がここまでね、反省するっていうのはちょっとね、予想外だった。自業自得ですけどね。同情はもちろんできないけど、うん、同情はしないけども、雄大がここまで反省する展開にするとは思わなかったんですね。あと、リコがね、自分が悪いのに逆ギレみたいなのも感じましたね。まあ、ただ、リコもまあ、反省は、まあ、してるようですけどね。うん。ヒロミが一番立ち悪かったっていうのはありますね。うん。はい。ということでね。まあ、現実にでも、高校生の時に、まあね、こういう、例えば高校生の男性が、まあね、年上の女性を、ものすごい年齢、離れた女性好きになるっていうのは、あんまりリアルだとは思えないんですけど、でもまあ、そういう夫婦って いますよね。うん。まあ、その財産目当てじゃなくて、本当に、うん、付き合って結婚するっていうのはあると思いますからね。うん、そういうのは。なので、まあ、これはこれで良かったのでは。で、まあ、この、渡る役の沢村一樹の息子なんですよね。息子の野村浩太。まあ、この人ね、今のところこう脇役でね、いろんなドラマに出てるんですけど、まあ、そうですね、これをきっかけに主役やったりとか、どんどん売れていくか売れていかないか、ね、今後を見守りたいところですね。まあ、顔がいいだけじゃ、スタイルがいいだけじゃ、芸能人売れないっていうかね、売れるとは限らないというか。うん。で、あと俳優さんについてもちょっと語っていきたいんですけど、松本まりか、この人、ほんと声が特徴でね、わざとこんな声作ってんのとか、ね、誤解されちゃいますよね。うん、声に特徴があって。うん。まあ、この声がある意味、女優としては武器になるっていうか、あと狂気の狂った演技がいいですね。うん。はい。で、押成周吾さんは本当になんかこう、出るだけで怪しいみたいな、そういう味のある俳優さん。で、竹財輝之助さんなんですけど、この人なんか、こういう不倫する役とか、クズ役でなんかこうね、うん、ばっかりですよ、なんかね。うん。クズ路線でなんか俳優としてこう、ね、生き残ってるっていうか、売れてるというかね。そんな感じだ、最近なってますよね。ね。で、野波真帆さんですね。リコ役やった。この人もですね、まあ、あんま主役とかそういうのじゃない人なんですよね。どちらかというとね。脇役の人だけど、まあ芸能界、地道に生き残ってる方で、まあ、年齢的にはこういう主婦の役とかお母さん役ですね、最近はね。はい。という、まあ、そういうね、方でね。まあ、この、今こう映ってる5人、本当にね、まあ、俳優として、ね、うん、いいですね。いい味、あると思いますよ、私は。はい。
ということでね、夫の家庭を壊すまで最終回第12話のね、感想考察レビューを終わります。何かご意見ご感想あったらコメント欄でコメントください。ご視聴ありがとうございました。